その晩、母と二人っきりのささやかな遊芸を済ませると、清子はしまい忘れた手鏡を柱のところに立てて、母の髪をゆってやった。明長の記者が早いので、請求な年寄りは今から手回しをよくしておかないと気が気ではないらしい。母の髪は手間が取れた。 言ってやるのが習わしになっていたけれど、もう髪が薄くなっている上に、若い頃の曲げのたたりで真ん中に大きなハゲがあるので、身のか文字を入れて言い上げるのに一骨だった。七十三の母にもまだシャレッがあるのか、格好よく言い上がった時など合わせ鏡をして喜んだ。西尾さん、遅いことな また酒粉で足子取られたかな。残った荷物の世話をしてくれるという栄養と家庭記者の西尾を母は先ほどから待っていた。暴婦の友人で清子たちがこの東京で頼るただ一人の同郷人だった。あの棚子のゴミ、よく払っておけせ。 西尾へ記念に置いていく本棚のことだった。最近、晩世帯を持つことになった西尾が、住むとこの家へ移り住むことになっている。長年住み馴染んだこの家を引き上げるのは、母にも清子にも辛いことだけれど、それかといって、梁の上の夫の霊が、帰らぬ旅路へ登ってしまった今では、いつまでも未練を残していても、 せんないことだった。役場の伊藤さんさ、土産子買うの忘れたべしちえ。さあさあ困った。誰それへは何々と指を折って数え立てていた母が、鏡の中で、はたと遠惑した顔になった。久しぶりで帰る郷里の新類地記へは、二十一個の土産を用意したけれど、さて、 数え立ててみると、落とした名前も2、3あった。それは途中で買うことにしたが、明朝の支度だの、社中の食事のことなので、母はやはり心も落ち着かぬらしい。座席が取れぬ時の用意に、新聞紙を忘れないようにと注意もした。明日の晩は、温泉さ入れるへ。 あしこも何もびっくりするべ。母は温泉行きを楽しみにしていた。同じリューマチスで難獣していた裏の家主の老主婦が、千年新州の冷泉寺温泉へ当時へ行ってからというもの、ぴったりと痛みが止まったという。その話を聞いていた母の一生の念願に、今度、卑境の閉じ、寄り道をすることになったのだった。 足子が軽くなったらなんぼう楽だべ。もうはぁ、極楽だえ。母も清子も温泉へ行くのは初めてだった。母は弾んでいるように見える。明日の楽しみをあれこれと話しかける。せっついてしょっちゅう話しかける。まるで引き手の清子を取り逃がしでもするようなうろたいようである。 そうした母が、清子には何か悲しかった。常は口の重い母だけに、夫が亡くなってからこの方の軽口は悲しかった。それは、清子に取りすがる感じで、まつわるように話しかける。暴風の諸名ぬかの時、郷里から出てきていた親戚の者の口から、ふと、 きよこの再婚の話が出ると、母もその場では同意したけれど、それからの落ち着きをなくした姿、おろおろした姿はきよこの胸に染みた。夫に行かれてからというもの、きよこと母の気持ちは一層寄り添い合って、いわば二人はお互いのつっかい棒になっていた。年老いているだけに母は余計、 この支えなしではいられない。買い物で清子が少し手間取ると母は路地口まで出て待っている。清子が外出の支度をしだすとうろうろと世話を焼きながらふと頼りない綿色で見守る。そうした姿にせき止められて清子は出がたくなる。ある夜のことわ屋え立とうとした清子を 突然母が呼び止めて、どこさも行かないでけれせえ。と、声を絞って取りすがった。悪い夢に脅かされたと後でわかったけれど、このことがあってから、清子はなおのこと母のそばを離れないようにした。子に恵まれなかった清子夫婦にとって、母ばかりがその愛情の対象だった。 よく夫のことを、養子か入り婿かと尋ねられたものだったけれど、人の目にも母と清子の中はそれほどまでに映るらしかった。よく夫が冗談に、俺をそんなにほったらかしにするなら、どこかへ行ってやるぞ、と脅かしたものだった。それほどの母を、はじめの頃は清子も少し恨んだことがある。 夫が清子を妻にと望んだとき、シャゴマだからとケチをつけたのは他ならぬこの母だったのである。シャグマの清子は後でそのことを夫から聞いてとても悔しい思いをした。お釈迦さんでもやっぱり縮れているじゃないかと夫に笑われて母は納得したものの今度は夫の方が あとあとまでも清子へ恩を着せる始末に、ありがた迷惑なようでもあった。ナコードの助役の家で初めて清子を見かけた時の母は、ニコニコした顔で、シャゴマはシャゴマだどもなし、あの嫁子、福耳だから家さ、うーんと服運んでくるべ。と、至極の上機嫌だったという。 この耳は、清子も持ち物の中で一等自慢にしているもので、肉の厚いぽってりとした耳たぼがとても愛らしい。けれども、ついでもう14年、清子もいつの間にか弱いを重ねて36になったが、この家にはさっぱり福運らしいものが訪れない。しかし、夫が達者でいた頃のこの一家には、 けすじほどの不平も不満もなかった。ただ一つの清子の願いといえば、ミシンが欲しいということだった。10年来、夫に買ってもらえるのを待っていた。連れ立って外へ出た時など、清子はきっと夫を促して、街通りのミシン店の前に足を止めた。大きな飾り窓の中に黄色い紙をお下げにした。 桃色の服の西洋人形と一緒に黒光りのする幾代かの立派なミシンが並んでいた。夫婦は期待と希望に軽い興奮を覚えながらこそこそと寝踏みをし、長いことその前に立って眺めていたものだった。だんだん清子は自分の望みが大それた望みだったと諦めるようになり、 ピンカの主婦の卓上ミシンをかけさせてもらっては、十分満足して帰ってくるのだった。母の髪は難しかった。ピンタ棒をちょっぺりと出して、てっぺんに出来合いの小さな曲げを乗せるのだったが、この和洋折衷のハイカラ髪は、清子がついできてからの習わしだった。お月さん。 うまく隠れたかえ。母は大事そうに髪へ手をやり、清子の懐中鏡を持ち上げて首を伸べたり縮めたりして合わせ鏡した。薄い髪に隠れたハゲの様子を、雲隠れにし弱の月かな。と、夫がからかってから、母も清子もお月さんお月さんで通すようになった。 言い上げて、油でを洗いに清子が流し元に降りたところへ、西尾が、いつものせっかちな格好で入ってきた。どうも、遅くなっちまって。荷物はああ、あとは僕がやりますやります。靴を脱ぐなり、そこいらに散らかった荷物に手をかけ始めたが、母に引き止められてお茶にした。今日もね、車で鈴木くんの話が出ましてね。 流星肺炎で命を落とすなんて似合わない。もう少し、こう、気の利いた病気ですね。胃腸に炎庫のある、なんとかこう、食通らしい往生の仕方がありそうなもんだってね。西尾は、喉を鳴らして茶を飲み、顎の筋肉をピクピク動かして、カシバチの落眼を口癒しく平らげる。これも、 うんだと思ってあきらめているすて。なあ、西尾さん。うちのせがれや、あの通り食い意地張ってたもん。あのよさいっても腹こいたくなるだけごちそう食べているこったべしちえ。今度生まれてくるとき、土産こう,うんと持ってきてもらわねば、ゃくに合わねえすて。茶を注いでやりながら、母は、 つぶつぶの光った目で西尾を見上げて笑った。そうだとも、おっかさん。今頃は先生食い放題だな。西尾は年寄りの顔から目をそらしてむやみと茶を飲んでいたが、清子が上がってくると声をかけた。奥さん、田舎さ帰ったら当分はお寂しい子ってしょうね。なかなか東京が忘れられませんよ。 何しろ、こちらが長いんですものね。でも、田舎へ帰ると子供相手ですから、紛れますわ。ああ、それじゃあ学校の方お決まりですか。助役さんにお願いしてありますから。それに、校長先生からも大丈夫だってお手紙いただきましたから。あの校長さんは親切だからな。僕は高等科で教わったが。 赤ひげ子ってあだ名でね、先生よく水っぱなをチカチカ光らせてやってきたもんだ。小学校時代の話になった。西尾も清子も、郷里のその小学校の出身だったけれど、当時の訓導で今もなお残っているのは、その赤ひげの老校長だけだった。五条目がダメだったら、馬川か飯田川の学校へ頼んでみるつもりでしたけれど、 飯田川には、私がいた頃の先生方も、まだ大抵、残っていますよ。清子は結婚前、その飯田川の小学校で、代用教員をしていた。帰京後の清子の身の振り方については、実家の両親や親戚などが、かなりやかましく干渉するのだったが、清子は、母を守って学校に奉職することに決めていた。 孤独な母を残して、どこへ行く気にもなれなかった。そうそう、忘れていた。さっき、雑誌ができてきてね。西尾は、上がりがまちのカバンを引き寄せて、印刷油のプンプンする、栄養と家庭を取り出した。鈴木くんにもらった原稿が載ってますよ。先々月の25日だったから、そうだ、寝つくちょっと前ですね。 すると、これが絶筆というわけかな。パラパラとページをめくっていたが、ひょいと立つと、床の間の遺骨の前に乗せた。おっかさん、この机ももらってよかったんですね。しめしめ。西尾は、そばの机をコツコツと叩いてみたり、引き出しを開けてみたりした。ほう、いたずらが気がしてある。 なんだ、期間の問題かなにせ、あれが中学さ入った年買ってやったもんだから。すると、もう二十六、七年も経っていますのね。清よこものぞきに立った。気の利いた無地な小ば、化ける頃ですべ。母は、こんなことを言って、二人を笑わせた。 荷物をくくり、あとは妙朝のことにして西尾が帰ってしまうと、ほどなく清子は母を休ませた。朝の早い母のことだし、それにもう十時が過ぎていた。清子は手回りの品々をズックのカバンに詰めながら、この家も今夜一晩の名残かと思うと、とこに入りがたい思いがした。古びたこの家の、 何がなし手垢の染みたような感じが悲しかった。清子は立って外し忘れた柱小読みを一枚めくった。それからまた立って行って玄関にたった一つ残っている瀬戸物の帽子掛けに触ってみた。どこにも夫の面影があった。清子は その夫の背を軽くゆすぶって、もうお別れよ、お別れよ、と促した。夫の面影は、やや猫背の右の怒り方をじっとしたまんま、いつまでもこの家に就寝しているように見えた。ふと気づいて、清子は床の間のさっき、 西尾が置いていった雑誌を手に取った。なんとなく夫の文章に触れたくない心でページをめくった。家庭料理や小話やユーモア小説などの盛りだくさんな雑誌である。清子は栄養漫才というのを読んで思わずくすっと笑いかけた。とうとう、 夫の文章にぶつかったとき、何か構える気がし、ドキッとした。今でも忘れられないのは、初夏の広島の白魚の踊り食いだ。朱塗りの器といっても、ちょうど小たらいといった格好にできている器物だが、この中に白魚を泳がしてある。よく身のいった、 どれも三寸は越していようという立派なものだ。赤い器に白うを。実に美しい対象だ。泳いでいる奴をひょいとつまむんだが、もちろん箸でだ。なかなかこいつがつかめない。用意してあるゆずの絞り醤油に箸の先のピチピチする奴をちょいとくぐらして食うんだが、そのうまいことと言ったらお話にならない。 酢味噌で食っても結構だ。人によっては、ポチッと黒いあの目玉のところが泥臭くて叶わんと言うが、あの泥臭い味がおつなのだ。あの味を解散で白魚の踊り食いとは、無粋も甚だしい。このほか下に記憶されているものでは、同じ広島で食ったタイの生きづりと、出雲名物の鯉の糸作りだ。 タイは息のいい大台を一匹ごと食前に運んでくる。目の玉にたらりと酒を落とすと、がぜ鯛の葬味がさざ波立ったように開く。壮観なものだ。生きた鯛に包丁を入れて刺身に作ってあるわけだが、タイには誠に気の毒でも、このくらい舌を喜ばす珍味はない。糸作りの方は、 恋を糸のように細長く切って、その一本一本に綺麗に恋の卵を絡みつけたものだが、恐ろしく手の込んだ贅沢な珍品だ。夫の文章はまだ続いて、土佐のカツオの叩たたきのことがその料理の仕方まで根節に述べてあるのだった。読みながら清子は、嘘ばっかり。 嘘ばっかり、と見えない夫をなじった。食べもしないくせに嘘ばっかり書いていると腹立たしい気持ちになったが、しかし不思議に夫の文章からご馳走が抜け出して次々と眼前に並び、今にも手を出したい衝動に清子は唾が出てきて仕方がなかった。